ヨアナ・イエン・ジェイ・チックは、ポーランドの女性総合格闘家、元キックボクサー。バルミア・マズールイ・ケン・ウォルシュティング出身。アメリカントップチーム所属。元 UFC 世界女子ストロー級王者。UFC 世界女子ストロー級ランキング2位。ポーランド人史上初の UFC 世界王者。ヨアナ・イエン・ド・ジェイ・チェックとも表記される。10代の頃にシェイプアップのためにムエタイをはじめ。 2005年からプロのファイターに転向した。キックボクサー時代はチームミスターパーフェクトでアーネスト・ホーストの指導を受け数々の世界タイトルを獲得。日本でも3度試合を行い、佐々木紀美子、大石彩の、東を相手に勝利を収めた。2012年から総合格闘技に参戦し、プロデビュー以降6連勝を飾った。2014年7月26日、 UFC 初参戦となった UFC オンフォックス12でジュリアナリマと対戦し3から0の判定勝ちを収めた。2014年12月13日 UFC オンフォックス13で自身と同じくキャリア無敗のクラウディアガデイリアと対戦し2から1の判定勝ちを収めた。UFC 世界王座獲得世界王者時代のイエンジェイチック2015年3月14日 UFC185 の UFC 世界女子ストロー級タイトルマッチで王者カーラ・イスパルザと対戦しパンチラッシュで 2RKO 価値を収め王座の獲得に成功したパフォーマンスオブザナイトを受賞した UFC 世界王座を獲得した初めてのポーランド人となった2015年6月20日 UFC ファイトナイトジェンドレイチェック VS ペンネの UFC 世界女子ストロー級タイトルマッチで女子ストロー級ランキング3位の挑戦者ジェシカ・ペネと対戦しパンチラッシュと膝蹴りでサンティコがチを収め王座の初防衛に成功ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した2015年11月14日 UFC193 の UFC 世界女子ストロー級タイトルマッチで女子ストロー級ランキング8位の挑戦者 バレリー・レターノーと対戦し、3から0の判定勝ちを収め、2度目の大座防衛に成功した。2016年4月、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン23で、クラウディア・ガデイリアと、それぞれのチームのコーチを務めた。2016年7月8日、ザ・アルティメット・ファイター23フィナーレの UFC、世界女子ストロー級タイトルマッチで、 女子ストロー級ランキング1位の挑戦者、クラウディア・ガデイリアと再戦し、3から0の判定勝ちを収め、3度目の王座防衛に成功した。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。試合後のインタビューで因縁のあったガデイリアと和解した。2016年11月12日、UFC205 の UFC 世界女子ストロー級、タイトルマッチで、女子ストロー級ランキング2位の挑戦者、 カロリーナ・コバケビッチと対戦し、3から0の判定勝ちを収め、4度目の大座防衛に成功した。2017年5月13日、UFC211 の UFC 世界女子ストロー級タイトルマッチで、女子ストロー級ランキング3位の挑戦者、ジェシカ・アンドラージと対戦し、3から0の判定勝ちを収め、5度目の大座防衛に成功した。 世界王座陥落2017年11月4日 UFC217 の UFC 世界女子ストロー級タイトルマッチで女子ストロー級ランキング4位の挑戦者ローズ生ユナスと対戦しパウンドで1ティコ負けキャリア初黒星をキッシュ王座から陥落した2018年4月7日 UFC223 の UFC 世界女子ストロー級タイトルマッチで王者 ローズナ・マユナスとダイレクトリマッチを行い、0から3の判定負け。王座奪還に失敗した。2018年7月28日、UFC オニフォックス30で女子ストロー級ランキング5位の T シャトーレスと対戦し、3から0の判定勝ち。2018年12月8日、階級を一つ上のフライ級に上げ、UFC231 の UFC。 世界女子フライ級王座決定戦で、女子フライ級ランキング1位のバレンティーナ・シェフチェンコと対戦し、0から3の 5R 判定負け、王座獲得に失敗した。2019年10月12日、UFC ファイトナイト、ジョアンナ・ VS ・ウォーターソンで、女子ストロー級ランキング7位のミシェル・ウォーターソンと対戦し、3から0の 5R 判定勝ち。2020年3月7日、 UFC248 の UFC 世界女子ストロー級タイトルマッチで王者ジャンウェイリーに挑戦し打撃戦で互角の展開を繰り広げたものの僅差で1から2の判定負け。敗れ走ったもののファイトオブザナイトを受賞した。また、この試合は同年の UFC ファイトオブザイヤーを受賞した。ありがとうございます。